はい、今回はこんな感じの、簡単で綺麗に作れるライトバーストの作り方を解説していきます。まずはじめに新規コンポジションで、テキストのコンポを作ります。で、そこにテキストを配置します。で、このコンポはこのまま置いておき、さらに新規コンポジションで、バーストのコンポを作ります。で、ここに先ほどのテキストのコンポを読み込んでやります。で、今回は、このテキストのコンポに直接バーストのエフェクトをかけるのではなく、このテキストをコントロール D で複製し、エフェクトのみのレイヤーを作ります。で、これに対してエフェクト描画 CC ライトバーストをかけてやります。で、まあ普通にまずアニメーションをつけていきます。重いので描画モードを2分の1にします。スタート位置ですね、このセンターキーフレームを打ち、3秒のところで、バーストが移動して終わる位置に移動すると。こんな感じですね。そしてバーストのパラメーターもいじっていきます。250とダジャレングスは150、こんな感じですね。するとこんな感じのバーストが作成されます。で、不透明度、スタート位置は0で、15コマのところで 100% になり、アニメーション全体は3秒で作っていますので、3秒の15コマ前、2秒15コマのところで 100% で、3秒のところで0になると。するとこんな感じのバーストのレイヤーが作成されます。で、下のすっぴんのレイヤーも表示してやるとこんな感じですね。普通のテキストのレイヤーの上にバーストが乗っている感じになります。で、このバーストのレイヤーの表示も描画モードですね、加算にしてやります。そして次にこのバーストのレングスの部分ですね、ここをなじませてやるために、ブラー滑らかをかけてやります。まあ、こんな感じですかね。まあ、大体こんな感じでできています。そして次にこのバーストの色を作っていきます。このセットカラーにチェックを入れて色を入れてやります。まあ、この部分では基本的にこの白飛びの部分ですねを調節するのをイメージする感じで、ざっくりと色を作っていくとやりやすいです。これぐらいにしておきます。こんな感じですね。で、さらに色調補正、色相彩度で色を合わせていきます。こんな感じですね。こんな感じです。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。